オビラバードはまず毛を取っていきます。バリカンで毛を剃っていきましょう。全身ツルツルにしましょう。だけどバリカンだと毛穴に毛が残っちゃいます。これだと美味しくないので、本当は毛を抜くのが一番いいです。毛を抜いてツルツルにするには1ヶ月ぐらいかかります。毛が抜けたら足も抜いていきましょう。おじいさんがうんとこどっこいしょと引っ張っても抜けません。おばあさんが手伝います。これでも抜けないので孫が手伝います。まだまだ抜けないので犬も手伝い、猫も手伝います。それでも抜けないので最後にお相撲さんが手伝います。これでやっと抜けました。足が抜けたら次に顔も取っていきます。お相撲さんが力ずくで締めて取っちゃいます。これで体だけになりました。ここで味付け、オビラバードの口を開いてソースを出していきます。これをなじましたら焼いていきましょう。普通に焼いてもいいんですが TNT を使います。内臓部分が食べれないので TNT で吹き飛ばしちゃいましょう。飛び散ったお肉の内臓以外の部分を拾い集めて、オビラバードの焼き鳥の出来上がり。そのお味はゴミです。チャンネル登録よろしくお願いします。